どうも来たよいしょ。じゃあ早速いっちゃう。バトルボール行きましょう。せーの、マジャーシャーおちんぽこそいや。今月は第1回目はい、出ました。ミジックいないってもう早いね。でもさっきのやつ聞こなかったでしょ、ね、うん、早速タイトルコール何言ってるか分かんなかったでしょ、ね、これが俺の狙いね。そう、グラスさんはアーティスト気取り。まあハリウッドじゃあ、あの飛んだからその辺歩けないやめてよ、俺ここら辺飛んでねえし別に。ピヨン君パリピカンすげえ。超八回増え、超八回。超八回。愛しのトド。あ、お、誰だ。愛しのトド。誰だよ、あの。じゃなんか混ざっとるやん、愛しのトドって。ね、混ざってるね。愛しのテープって。こことここね。カッパカッパ、そう、この前なんか。ちょっとあの子の。歌舞伎以外は飛んだの。いや、歌舞伎は飛んでないし、埼玉だけかな。一店舗だけ飛んだ。ピヨン君めっちゃ名前呼ばれてるよ。渚君、ね、俺の名前も誰か呼んでよ。見て、渚君、あっと。あの、呼ばないでしょ。渚君、シュガーです。さあ、やってよ。サングラスダサい。ダサいか、マジでサングラス。外そう、外そう、外そう。早いかな。だから俺はさ、サングラスさ。サングラス、今言ったら、マジで。解放してないからさ。いや、反応やべえな、これ。一体感がねえ、まずこれ。ほんとね、みんな。この4人、一体感半端なんじゃない。この前もなんか来た時、俺とキョン君が出た時、なんか、ほんとにやばかった。みんなもう好きな時に喋るみたいな。今日めっちゃメンツいい。うるさいやつばっかり。うるさいやつばっかり。まずこれ何？じゃあリクトクさん仕切ってください。ちょっと。いやいや、そうね。まあとりあえずコメントとりあえず読んだところでね。横浜違いですよ。まあもうじき。みんな上見て。はい。10月12日何ある？どこ？ああそう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 。ああ上じゃん。あここな。あのこれ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 。ええでみんないらっしゃい。あほくろ。全然うまくできる。ナイトチーム10月12日でね、チーム対抗戦と、あと10月26日ハロウィーンイベントがあるの。そうやな。まあ俺コスプレお決まりだけどね。コスプレ？リタ君あんまり話したことない。クレナイの豚。キヨン君リタ君あんまり話したことない。クレナイ。俺クレナイの豚？誰のことクレナイ？どっちか分からんよ。待って俺8よ。俺8だよ。俺ら関係ないもんな。12日行けないのだ。あーハットイケメン。わあ、ハット二人いるよ。どっち？確かに。いやこっちでしょ。100%。いやいや、なんかそうやめてよ。やっぱ俺か。リシャール、リシャール、ありがとうございます。ありがとうございます。キヨン君好きだよ。キヨン。この顔文字めっちゃくれる人なんだけどさ、こっちの画面だと何になってるかわからんのよねこれね。待ってゲップがすげえ。キヨン君好きだよ。アイニージュ。リクルートの帽子か。あ待って、俺アイニージュじゃねえよ。俺が答えさせろよ。キヨン君やばい。今のところキヨン君一番出たんけど名前。本当に今日も荒らしてください。はい。おお。いや俺も今日はねもうこの前社長チームの勝ちでしたって。いやいやいや。ああじゃあ。リットはスピン。待ってた俺。リットはスピンじゃないよね。スピン。化粧してる。待ってこの辺で見るよこれなんか。あれちょっと待ってあのさこのチーム戦ってさ。うん。あ、この子、あ、こうか、こうか、そうそうそう、俺たち、せや、ハットチーム対、最有機チーム、こっちはね、あの、社長側だから、あの、待って、あの、早飲み強いで、大丈夫か、早飲みは俺が出る、おい、カッパ、早飲み、俺、カッパだよ、リクルートのハットもかっこいい、持ってないやね、シュガー、カッパの目イラストみたいな、カッパの目イラストみたい、カッパの目イラスト？名前わかるの、やば、カッパの目イラストみたい、どういうことや。どういうことだよ。あ、誰でもいいから、あれや。あやばペン。あやばアポン。オープン。あやばペン。この、ここだけ言いたいからね、この時だけ。ペパーナポアポペン。言えた。ペパーナポアポペン。言えたわ。言えたわ。言えたわ。はてな、もうみんな疑問系になってるけど、大丈夫。なぜカッパの目アイラインに描いたのって。あの、キヨン君顔でかいってひどくねえ。なんかさ、キョキョン君めっちゃ上手くない？寝てるもん、キヨン君顔でかい。この面白さ説明してたって。誰やり始めたの？え、待って、このやり始めた人説明して、今
スキッパ何飲む速さが尋常じゃない。ハットのイケメン名前だってさっき言ってくれる。どっち絶対これで違ったっけ。悲しさね。とりあえずリタ君名前。あ、天塚リタです。お願いします。もうなくなった。あ、2回目か今日。そう、今日2回目です。今日で2回目になります。あれみんな2回目ずつ。2回目、違う、1人だけ。あ、そっか、2回目だ。2回目だ。俺は呼ばないよ。ペーパーナッポーアポペン。ペンパイナッポーアポペン。違う。え、キヨンくん、なんか今日キヨンくんの人気半端なくない？ネズミ男って、待って、一人しかいなくね。待って、俺ネズミ男ってさ、つい最近呼ばれたんだけどさ。誰に？ある A さんのお客さんだよね。ネズミ男。A さんのお客さん。A さんのお客さんで。A さんのお客さん。昨日も来てたかな。いや、多分違う。あれ違うかな。ネズミ。R さんのお客さん。R さん。イニシャルで。RI のお客さん。あ、はい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 。誰。愛しのみなんだけど。ああ、そうだ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 。ありがとう。ネズミ男ワールドだった。気温と服装。なんなの今日、なんか気温くんめっちゃ名前呼ばれてさ。服装って気温、どっちのこれ。右端だからそっちだろ多分。気温と。右端。あ、せか。俺、うん、そう、ハグリッドから来た今日。リクトン。ハリウッドから来た。いいな。なんかな、みんな言われてたな。俺言われてね、俺カッパぐらいで言われたの。カッパとエレチュアロー。いや、ソダくんって呼ばれてたから、ちゃんと俺みたいな。あの、デブって言ってください。相手触れなかった。燃えます、燃えます、燃えます。リクトン、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 リクトン。これ多分、リクブタになってる。俺も思ったよ、これね。リクブクルトン、カッパだけなんか浮いてるけど、どうした。はい、来ました。おい、ちょっと待って。違う、こいつ、途中、あの、昨日途中からさ、潰れたからさ、あの、リクトン、あの、朝すげえうるさかったんで、こいつ、マジで、ほんとに。そう、今日ちょっとね、めっちゃ飲んでて、クソ詰めちゃったんだよね。え、ちょっと待って、いつも来て。そんなうるさかった俺、朝。黒ハットイケメン。サンキュー。リクトンなんで白ハット、あ、そうでーす、はい、そうでーす、そうでーす。飛べない豚はただの豚、間違いない。クルトンかっこいい。てかさ、これでさ、頑張って、頑張る。で、これでも見るとさ、めっちゃほうれん線やまない俺ら。そう。いや、俺違う、俺ないもん、俺ないもん。いや、言うてもみんな年や。俺ほうれん線ないもん。やばくない？いや、若いから。ネズミ男、今日は囚人服なんだね。そう、違う、脱走してきて、ね、そのままね、脱走してきた瞬間ね、電話取った瞬間、あの、今日放送だよって言われて、うん。そのまま来た。そのまま来たよ。はい、来たよ、今日のトークテーマ。何？ソラ君、言ってやって。何？今日のトークテーマ？今日のトークテーマ。いやいやいや、俺のとこじゃないよ。言ってない？言ってやって。な、俺なの？ちょっと一番俺に振っちゃダメよ、それ。俺に振っちゃダメよ、ダメダメ。今日のトークテーマ何？俺ら全く決まってんの？何も考えてなかったもん。何も決めない。もう二日酔いだし、もうね。何する？サンキュー好きだわ。あ、俺らの学校よ、これ来たよ。私太りました。主人君、リクトンしかわからない。動物園から脱走したの？全部読まないでよ、そういうとこも。ちょっと動物園から脱走したとしたら誰が誰っていうのを知る。ああ、それね。俺、そう、あれしかできない。キイちゃんは決めたやん。そう、動物園から脱走したら誰が何かみたいな。うん、誰か行きます。誰か行きます。いや、まずあれ定期なのかな。さっきから多分話題一番出てる人から行こう。名前一番出てる。そうだね、キヨン君。キヨン君ね。俺、動物だと何？はい、コメントお願いします。これ多分前々ドブネズミ、なんでやねん。待って、アツオ、リクト君イケメン。何です？アツオのリクト君。お前、それ誰だよ、ずるいわ、自分のやつだけ。ありがとう、ありがとう、ありがとう。俺、そのコメント待ってた。俺はそのコメント待ってた。そう、キイちゃんはゴリラじゃん。俺なんなの？俺カッパ、カッパって動物じゃないじゃん。ありがとう、マジで、ほんと、みんな愛してる、マジで。そのコメント、カッパって出てなくね？キヨン君はゴリラ。一人で言ってたんだけど。いや、カッパ出てたよ、さっきから。カッパ、カッパ。デモドリとクルトンしかわからない。デブかゴリラ、どっちかにして。どっちかにして。これ豚ゴリラって意味だよ。あ、待って、イノシシ、誰がイノシシ？社長から。キヨン君ってツイッターで有名だもん。知らねえよ。超有名。超有名だから。だって、フォロワーもめちゃくちゃ多いし。知らねえ。名前、そう。告白されてる。名前出てない人は今日来ないんですよ。トドはトド、カッパ巻き、空はキリン。めっちゃ次、渚で行こう。めっちゃ変わってる。渚じゃない、空だ。トドはトド、動物でもなんでもない。食べ物じゃねえか、それ。動物でもなんでもないわ、マジ。トドはトド、ああ、トドね。空はキリン。店長チーム応援するって、あ、ワンキューワンキュー。頑張ろうぜ、ちょっとだけ。待って、あの、社長チーム、応援してくれるし、怖いの、すごい怖いの。ネズミ男と
カッパはいらないよ。お前意味わかんねえよ。誰も待ってお前。来いよお前。おいお前ちょっとこれ伸ばしてるぞお前。あのおいそこのお前待ってマジで。ユートの人気だよな。俺どこでもちょっと人気。ちょっとほくろ隠して。ほくろ隠して。はい。出たこや。隠れた。そらくんかっこいい。カッパ20分だけでいいから。あれがこんやめっちゃ不気味じゃないこれ。母さんでやっぱね。初超新人の多いわけですよ。どう考えてもね。やっぱりね。うん。っていうことでさ、もうここの4人の信者を作ろう。そうだね。俺もちょっと欲しい、うん、そういう人。あのコメントいっぱいお願いします。はい。やばい。一番左は誰？俺か？うん。これだ。フード取った方がイケメン。知らないの？そら。だってフードないもんね。え、俺はもう知らないっすよ。いやちょっと地味に。今だけ3秒だけってなんや。うわちょうどいい。ちょうどいい。一番左。終わったやんもう今。終わったじゃん。3秒ちょうどいい。3秒終わったわ。金切っちゃったからな。どうなってんの？どうなってんの？なんかすごくない？なんか。終了。え？リフトの養豚場自体のそうみんな養豚場から連れてきたの。穴つ那覇。ここからね適当なあれが始まります。もうそれ始まって早ない。大丈夫。いやー。ねいきなりオフになったね俺ら。ねえちょっと俺ぼーっとしてたもんダメだよ。トークテーマも何も決まってないからさ。じゃあ今決めようトークテーマ。うん決めよう。決まってなかったのである。でトークテーマは決めよう。そこね。そうそれそうだよね。俺も気になるトークテーマ。はい。なぎなぎ優しい、ほほ家畜、トドハットかぶってる方が好き、歌舞伎町で遭遇した怖いこと、歌舞伎町で遭遇した怖いこと、トークテーマ。ねえ、そんな来ないけどね。俺も歌舞伎町行ったことないからね、多分一番来てる、キヨン君かな、一番来てるっすから。そうだね、やっぱり、うん、あの、遭遇、看板見て、あの、ある方の看板を見て遭遇しちゃったなっていう。あ、やべえ、社長やって、昔の。あー、そういうことで、びっくりした、びっくりした。相沢とわさんが歌舞伎町で看板それ、それもしくは、先輩に会ったとか。潮が怖い、怖い先輩。いや、怖い先輩ってもしくは、あ、これいいね、南越谷、南越谷でおすすめのご飯屋さん。南越谷だね。あ、南越谷じゃあんま分かんない。で、おすすめのご飯屋さん、六本木。え何六本木、うん、でもさ、俺さ、南越谷に来てさ、美味しいと思います。全然吉野家とかカツ丼屋とかしか行ったことない、全然。あ、今度さ、一元またできるじゃん。あ、一元だね。やっと一元かな、俺好きなの。ずっとハートクリスチャン。社長の看板あるの、あの、元社長だね。基本から働いてるところ。お、先輩よかった、3点お願いします。初見者3点お願いします。通知、フォロー、サポーターお願いします。何のフォローすんの？何のフォローすんの？だけど、リクルート行く、ありがとう。基本マシで、基本君は読めないのかよ。そう、おバカバカだからね。じゃあね、基本君って誰かいなくなっちゃう。な、一気に消えるよ、これ多分。どうも、暇だったから来た。お父さんじゃないからみんな何話してるか分かんないけど、見てる意味じゃねえ、それ。カッパさん、カッパさんご提示しましょう。多分、手話すれば。あー、手話。手話。どう、手話分かんない。カッパさんご提示しましょう。多分、こうってやれば分かると思う。こうって。こうってやれば分かる。顔面偏差値こうってやる。やめろ。あ、いいと思う、いいと思う。5点いっぱいある。うん、5点。手を名前やし。だからこれ2人いるから分からへんねん、どっちか、ほんとに。もうちゃんと特定して、どっちか。どういうこと？あの、戦ったりで。前足持ってる。俺か？そうだよ。俺か？うん。違う。左の人は女の子に見える男。うん。に見える、あの、でかい男。なんか、めっちゃ髪の毛あった。いや、今は、昔はね、なんかめっちゃちっちゃく見える。ね、分かる？なんか。ね、じゃあ渚が止めないの。渚が止めないか。俺関係ないわ。俺でかく見えてマジで。本当にちゃんと座ってみて。おマジで今日なんか膨張さ、俺ちっちゃいな、やばいな。乳首ちょうどここだから。エルト君イケメンありがとう。あれ、うん、俺いいとこだけ読むわ。ちょっとずるいわ、そういうの。本当にマジで。なんかみんなね、みんなちょっと優しい。俺さ、一人でなんか手話の時こうやってやってたのね。誰も見とる見とる。リタ君の手話ウィッシュ。そう、なんかリタさんそれウィッシュ。優しい。もうこれが信者でしょ。だから、あー、信者できた。俺にはもうできた。合わせてできた。しっしゃ、来た。女の子ならかわいそう、男でもかわいそうだ。やめろおい、待って、急にディスってきたのお前のこと。おいマジで。そろそろ何？お、いいね。お、何何何？あの、こっちからちょっとディスりが来ないからって、これね、こっちから来るのね。
え、じゃあ、ここ今日ディスリ少ないから多分こっちから多分めっちゃぶっ飛んでいく。あとゆりくとこの、じゃあ行こう、この話題、この話題で行こう。そろそろみんなの初体験。という前に一旦 CM 挟みます。どうぞ。うん、楽しい。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear. Happy birthday to you. 自分のことばかり考えてた俺が、今お前のことばかり考えてるんだ。運命の人と出会うならイオンインク。やっぱやべえな、イオンインク。イオンインク。はい、ね、ちょっとイレムな子豚ちゃんをちょっと放っといて、ちょっとね、こっち、ニコ生の方じゃなくて、アメーバの方から、ちょっとトークテーマだいぶ前に出てたんですよ。うん、そのトークテーマが、ホスト辞めたらどうするか。ホスト辞めたらどうするかだよ。うん、ちょっと、そう、トークテーマがね。はい。うん、あれは、はい、キヨン君。はい、キヨン君。またホスト始める。え？結局だよ。結局だよ。ホストじゃねえかよ、俺。うん。でもホストやめたら、全然どう、何やんだろうね、俺たち。いや、でも一回経験してるでしょ。あ、まあ一回経験してる。確かに。その時は何やって、何やって。俺ずっと足場やってた。足場で職人やってたね。あ、ガッツリガッツリ、もう。トンソク？トンソク？金貯まるし、って。ビタ君は？俺やっぱ焼肉とかラーメン屋とかしたい。あー、いいね。いいね、いいね。それ太るやつやん。いやいやいや、まかないね。まかない。なるほどね。普通になんかそういうのやってきて。ああ、そう、俺もお店開けたよ。ちょっと気になったけど、何歳で辞めたいだって。お店出したい人多いのねって。ホストは何歳で、辞めたいんだって。何歳で辞めたい。ちょっと、リクトから。俺は27とかかな。うん。あと4年後とか。そうだね。わかんないけど。まあ、リアルな、リアルなやつ。リアルなやつ。急に、パッと出たわ。リアルなやつで行ったわ、俺は。いたわ。俺は社長になりたい。おお、社長になりたい。何歳で社長になる？何歳で社長になる？話が噛み合ってない。俺は何歳？30ぐらい？30ぐらい。で、渚はこの前荒れたから。何？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 もうもう俺30になる前にはもう俺辞めたいかな。俺はね、30なる前、うん、なる前にはそんくらいだよね。無理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 って今やめるから。無理って決めつけないよ。俺そんなに社長無理。大丈夫、今から知る。待って、社長になったら会長にしてって。もう社長の上じゃねえかよそれ。リタ君かわいい、かわいいよね。あ、これぞ信者。待って、サンキュー。ないじゃんお前。うっそ、ね。じゃあもうこっからね、ラストスパートですよ。残り10分。みんなコメント、いつもの始まって、いつもの始まってコメント。この前すごかった、めっちゃ。なんかリタ飲んでなくない？ウォーウォー、そういうの待ってたよ。リタ飲んでなくない？ウォーウォー。リタいらない、いらないんだ、いらないんだ。一人の、一人の。来たよ、来たよ、ほら。なんて豚を待ってました、ありがとうございます。それわかんないじゃん、俺かリクとか。もしくは最近ちょっとやばい、社長かわいいかよ。キヨ、キヨめっちゃ中途半端。行き耐えた後ですね。キヨ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 。ソラ君がかっこいい。もうモテモテやん。うざっす。ソラ君かっこいいっすね。ほら、こっちか。これ、これに、LINE して、これに。全然返す、俺は。よかったら。俺、一回もないんだよね。これ、ナイトチーム見ました。俺、実は俺、来たんだよね。嘘でしょ？わぁ、すげぇ、何これ欲しい。俺、ガチで来たんだよね。キルキル。ガチで来たんだけど、俺、恥ずかしすぎて返せなかった。ダメだ。え、返してないの？返してない。ダメだ。あの、違う。あのね、聞いて。あれ何、あれ何、流れてる。欲しい欲しい、流れ欲しい、流れ欲しい、流れ欲しい。ちょっとお願い事してないと。リクト飲んでない。聞いて、俺車乗るんですよ。キーちゃんがそこがさ、キーちゃんがかっこよく見えてきたのは病気ですから。あ、病気、病気。うん、そうね。じゃあなんか映りいいんだよね。やってこー、飲んでこー。やってこー。誰が一番飲んで、在庫を使えばいいよ。埼玉まで高いだろうってよ。
手を出してくれお金は。そんな俺たちお金ないねん。みんな合わせて2000円くらいしかないから。そうそう、俺1000円くらいしかない。待って、ペッシュなんかある今日。ビールも全然買えなかったもん。だからあ、もう一晩寝て帰る。そうだね、車で、うん、寝て帰る。どうしよう。やってこいって、コメントが一気にピタッつって。だって、ね、さっきのさ、東京の初体験の話。初体験の話。なんでそれも忘れてたのに。初体験の話しよう。俺やっぱリタがさ、そういうのやってること想像できないんだよね。だってね、この顔だよ。童貞。リタ君いくつ？いや、それは気になるわ。どういうこと？あ、俺が、うん、リタが15歳。早い早い。15歳で、年上、年下、年下。あ、違う違う、タメだわ。同い年。どっちから誘ったの、それ。その時これ、ね、珍しいよね、この話。そう、これ初めて聞く。あ、そう、話戻そうじゃん。戻すだよ。続けてよ、それ。終わり終わり。もしかしたら見に来てるかもしれないからさ。そう、リダーさんの性欲なんすね。危ない危ない。公園の草むらでした、エレ中なぎさ。え、俺公園の草むらでエレ中なぎさ。いや、それはあれよ、ショーよ、大爆笑。それはショーで、それショー。俺公園の草むらでセックスショーだね。いや、草むらじゃねえ、ショーはジャングルジムだよ。ジャングルジムだよ。めっちゃ面白かった俺、その時のシーンが。ジャングルジム、あのスリル感がいいっつって、ジャングルジムめっちゃ見える。びっくりするわ。動けへんわ。ビッグと初体験さ、リタって俺中2だね。俺も中2。俺も中2かな。俺、小6だね。早いかよ。いや、もうそっから開花してたそうだな。だからこうなるんだよ、おい。なんかもう常にこうなった状態だよ、お前。これね。家の前でしたトド。え？家の前でしたトド。それ、あれやな。うん。え？家の前でした。嘘でしょ。何、家の前で一人オナニーしたの。丸三角四角からの二重丸。からの腹丸。漢字が読めねえ。何、え、どこの感じ、感じが読めない。どれリタ君、若葉龍、違うな、若葉龍也が倍イケメンになったバージョン。それ褒めてんの褒めてないの分かんない、分かんない、誰か分かんない。なんで前まで行って中に入らない。なるさ、家の前まで行ってね。確かに。いや、待って、俺待って、家の前でしてないよ俺。してねえ、してねえ。それ掘り下げよう、ちょっと。家の前まで、いいね、それ掘り下げよう。いいよ、掘り下げんで。打ち上がったトド。え、上がったの結局。打ち上がったパーンって。どこにパーンしたの。どこに。うちに上がって、あそこも上がったんでしょ。だってどこで上がったの。上がった瞬間上がったんでしょ。さあ、上がった瞬間上がったの。上がったんでしょ、これ。上がったんでしょ。難しいな。なんだよ。キイちゃんが、あ、キイちゃんでリタが一人で難しいな。デモネタ大好きか。リタが一人。あ、その件アウトだって。ダメだね。その件アウト、その件アウト、アウト、アウト。じゃあやめよう。バイクだけに。ブンブン。よし。何やね。待って。お店以外で。俺らしかしないよ。BKB、 そうそう、バイク買わせて、バイク。もうめっちゃギャラせたがりやん、バイクだけに。そんなことないし。これ LINE 送ってくれれば俺 LINE するよ。あの、大丈夫、ここでしょ。俺爆弾なんだよ。俺カッパクラさんして BKB やん。場所間違えとるの。枕あるのだって実際どうなの。みんなチーンってならないで、こういう時に。枕、私は本当に枕したい願望はある。間違いない、マジで。枕しかないよねとか。これ、いや違うガチで。じゃあこれ、これも聞いて。枕したいけどお客さんいない、どうしよう。あー、つらーつらー、どうそれ。それは外で枕したいくらい。枕したい、本当に。刺して、誰か、マジで。でも枕しよう。それないないない、さすがに気持ち悪いでしょ。刺して枕、ちょっとだけ。あのさ、チンチン先ちょっと、やってこうって書いてあるから。やってこう、チンポコファイヤーじゃないよ。枕やってこう、うん、カッパーつって、やってこう、トントントン。一気にこれ黙んのやめてくんね。やってこう。テーマ、いいお客さんと悪いお客さん。いや、社長が結構怒ってる、これ。え、こっちアメーバ見ないで、社長が、ちょっと、社長からのコメントでしたね、これね。はい、ごめんなさい、うん。社長から。で、テーマ、いいお客さんと悪いお客さん。あー。これは、じゃあ、いい方から行こう。いいお客さんから。いいお客さん。うん。すごい、いらっしゃい。すごいいいお客さん。すごいいい子。すごいいい子、どういう子、どういう子、指名してくれる子。あ、さよ、ダメ。違う、指名してくれる子、場内してくれる子。もうなんかね、自分の理想に合ってる、そのいい子が。で、悪い子、何も言うこと聞かねえ。
あの、暴れる子。まあ、笑ってんじゃねえわって。あー、そういうことね、そういうことね。次、これでいいの？うん。あの、まあ、やめて、ね、すー、いいですよ、もう。はい。いいお客さんか。いいお客さん。いいお客さん。のー、うーん。お前ら、ケツ出せって言って。社長やべ、ケツ。ケツし、ケツ。ケツゲーやばいから、ちょっとあー、そろそろ生徒しないとやべえな。でも、いいお客さんはなんか、なんでも素で話してくれ、こう。はははは相談とかしてくれ。なんか今ゴリラに似てる、俺。悪い子、悪い子。悪い子は、なんか、わがままばっかな子だよね。なんかヘリプリも厳しくて、でも担当に優しいみたいな。あー、なるほどね。ヘリプリ優しくしてほしいし、やっぱ。避けないのか。じゃあ、ギター指名してくれる子。帰ってくんな、ゴリラとか来てる。あ、待って、ちょっと待って、社長待って何待ってこれ、ちゃんとなんか、書いてあるんだ。待ってあ、ちょっと待って、これ拾った方がいい。担当がしっかりしてればお客さんもそれ見た。確かにな。確かにね。確かに俺のなんか、悪いところもあるけど、やっぱリクルートにとってのいい客は、3時間苦に耐えれる子。あ、俺もいくつか聞かしたい。逆に耐えられるの？俺、全然いける。俺、L13 さんに L13 させてくれる子。めっちゃ顔赤くない？キヨン君。ちょっと気持ちいい。女の子は担当さんで変わる。あ、間違いない。めっちゃ赤く見える。担当に冷たくてヘルプに優しいの？まだそっちの方がマシ。あー、いいと思う。まだ俺そっちの方がマシ。あー、ツンデレ的な。ツンデレっていうか、なんかまだそっちの方がいいじゃん。なぎさ可愛いからいじっちゃう。あら、いいね。コメント伸ばせ。コメントしてください、みんな。あ、でも、ちょっと待って、俺ね、ラブ。700いきそうじゃない？うん。あと、一人、あと何分？30、30回くらい。あ、小顔、うん。この辺だとな。まあ、こうやっちゃったら、小顔。うん。お、豚、っつって。待って。あ、おう、よう、おう。なに、お前なんだ？豚か？お前もう。うん、仲間やめちゃう。でも仲間。普通で仲間にする。仲間。普通で仲間ね、欲しがるから。仲間も。仲間いねえもんだって。なんか、さっきからめっちゃコール流れてる。うん。担当の言うこと絶対。確かにね。あ、もう神、もう神、そういう。あ、社長って書いてあるのニートの僕です、社長。誰ですか？わっ、残り1分前です。あ、そりゃマジかよ。ビクトくん、はい。ビクトくん、はい。お、ノレさん、ビクト。お、渚と担当しかまともな話したことないな。お、俺と話気になる担当が。ビカチュウ仲間、ビクトくん、かわいいイケメンね。ビクトくん、はい。パーパパラッパーこのままなく、いやいやいや、あ、こっから来て。あ、確かに、多分ね、あの、口は範囲、口じゃねえよ。裏、裏、裏でね。カッパが指名、おい、指名の女の子一人もいません。おい、指名の女の子一人もいません。俺、前これ言われた。前言われた。しかし、俺から店長。一人もいないもん、俺。俺一人もいないもん、指名買いしたいっつっても。違いない。戻ってきたばっかだもん。今日何日？あの、6じゃね。今日 6?5?あと6日後にチーム対抗戦のイベント、イベントと26日ハロウィンイベントなんで、よかったらね、これね、これ、あの、みんなかっこよくなっちゃうんで、ということで、はい、バイバイ。ありがとうございます。最後だけこれやっとく。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。